ドリンチェイサーです。今回はこちらピックル卵のお風呂で遊びくるシリーズを紹介していきます。はい、こちらはお風呂で遊びくる入浴剤働く乗り物編、そしてこちらが働く乗り物編2になります。そしてこちらはつながる新幹線編です。はい、今日は何が出てくるでしょうか。では早速端っこから見ていきましょう。お風呂で遊びくる入浴剤働く乗り物編、こちらはオレンジの香りでオレンジ色の入浴剤になります。ポイントはタイヤが回るよと書かれていますね。結構大きめなんですよね。中から出てくるマスコットは全部で5種類、パトカー、消防車、救急車、ダンプカー、トラック、こちらのいずれか一つが出てきます。では早速チョキチョキと開けていきます。はい、オレンジ色はこんな感じ。このつなぎ目のところを引っ張るとすぐにピリッと破けます。まん丸ですね。続いては真ん中、こちらが最新のものになります。働く乗り物編2、こちらもタイヤが回ります。お湯はオレンジ色ということで同じ感じかな。こちらのラインナップはショベルカー、ゴミ収集車、バス、はしご車、ブルドーザーとなっています。ショベルカーがね、アームが動くみたいなのでこちらを狙っていきたいんですが、うまく出てきてくれるでしょうか。さあ、ちょっとちょっと開けてみると、はい、こちらも同じ色ですね。はい、オレンジの香りが強い感じになるかな。まん丸、大きさも変わらないですね。はい、3つ目はこちらのつながる新幹線編です。いっぱい集めると連結パーツがついているのでつなげて遊ぶことができます。車輪も回ります。はい、こちらはグレープの香りでお湯が紫色ということで、オレンジ足すオレンジ足す紫、何色になるでしょうか。中から出てくるマスコットは全部で5種類、 E5 系はやぶさ、 E6 系こまち、 N700 タイプ A、 800系ツバメ、 923 系ドクターイエローとなっています。これは出てきてすぐにわかるかもしれません。今日は誰かな、はやぶさこまちあたりがいいな。お、紫色は柔らかめな感じの紫、そして卵型でした。そっか、新幹線だからね。じゃあもしかしたら新幹線の形に合わせてこんな風に入っているかもしれないですね。はい、ではこちらの3つ一気にお湯の中に入れていきます。はい、では行きましょう。せーの、ドボン。さあ、紫とオレンジでどんな色になるかな。溶け始めはすごく綺麗、やっぱりオレンジ強いな。あ、でも紫がふわ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 っときました。おー、面白い。結構勢いよく溶けているのであっという間に出てくるかも。3つともびっくら卵なので溢れる心配はないですね。香りはやっぱりオレンジ2つなのでオレンジの香りが強いな。おー、もう早速出てきている。これはなんだ、水色、水色、背中の部分が水色なのかな。おー、そして飛び出てきました、はやぶさ。はやぶさですね、やったね。そしてもう一つも、もうそろそろ見えてきそう。もしかして欲しかったショベルカーが出てきた、違うかな、ブルドーザーの方かな。うーん、どっちだろう。はい、残り一つ、働く乗り物編は何かな。白い部分が見えてる。白いのは何かな、パトカーとか救急車とかかな、どうかな。後ろのラインが見えました。ということは救急車かな。ショベルカー惜しかった。
色合い的には似てるんですけどね、多分今回出てきたのはブルーローザーの方ですね。あ、でも大きいなー、すごいかっこいい。はい、3つとも結構な大きさがあることわかるでしょうか。さっきのね、ビックラ卵の大きさ覚えてる人ほとんどなんか隠れてなかったんじゃないかぐらいの、ギリギリ周りにくっついてただけみたいな感じの大きさのマスコットが出てきました。すごいよね、この大きさが出てきたらかなりテンション上がる。はい、ということで見ていきましょう。一つ目は最新作の働く乗り物編2になります。こちらね、はい、ブルドーザーが出てきました。タイヤも大きいです。ちっちゃいタイヤがついてるわけじゃないんですよね。ちゃんと軸も中の方に埋め込まれているタイプで、はい、ブルドーザー、ここの部分が稼働したらさらに良かったんですけど、稼働するのはショベルカーだけなんですよね。ということで、はい、ただまあガガガガガーってやってちょっと乗っけるくらいの動きはできます。すごーい、ブルドーザー大きくてかっこいい。そしてこちら働く乗り物編、あの1の方ですね、は救急車が来ました。救急車もタイヤ大きいです。普通の車のバランスよりも大きいかもね。ドーンと大きなタイヤがついています。こちらもしっかりね、中の方に埋め込まれているタイプのものになっています。動きもいいですね、十分手遊びできます。はい、そしてラストは、はい、E5 系はやぶさ。はやぶさがね、来てくれて嬉しい。この部分取り外しできるので単体でも遊べますし、他のものと一緒に連結して遊ぶこともできます。小松とかね、出てきたら嬉しいな。次、前の方にも接続することができるので、先頭車両にすることもできるし、他のにつなげて遊ぶこともできます。引っ張ってもらうこともできますね。こんな感じ。真ん中のタイヤも、むき出しにはなってますけれども、しっかり回る、結構大きめなタイヤがついています。転がし遊びも十分できる。はい、色はね、オレンジっぽいですね。ということで、紫のおかげでちょっと濃くなったオレンジになりました。はい、というわけで今回はビックラ卵のお風呂で遊びくる入浴剤、働く乗り物編、働く乗り物編2、そしてつながる新幹線編を紹介しました。いかがだったでしょうか。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。